皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。ダイダラです。マリオプラスラビッツギャラクシーバトル、今回で多分ラスボス戦になるかもしれないってところからです。さて前回ね、ここクルサのねじろまでやってきました。そこにあるのは見て、マリオギャラクシーであったほうき星の天文台。今からあそこへ向かいたいと思います。レッツゴー。金ピカの土管です。宇宙船、ね、それに汽車、ここまでいろんな乗り物に乗ってきたけどそうだね、乗るのはこの大砲になりそうですね。いや、あの飛行、ほうき星のね天文台、あれも乗り物やで実質皆さん出発の準備はいいですか？何か足りないならショップへ寄りましょう。大丈夫大丈夫、こんなところでも営業してるみたいですか？もう心の準備できてる。行くぜ行くぜ、ラストバトル。やべ、ドキドキする。飛び込めー。さあどうなるのか、行くぞみんな。マリオどうしたの？ロゼッタはどこ？暗いここ電気つけてないの？ビーボライド機能ついてないか、おめえ。あ、ついてた。スパークスか。明るいやつ。ありがとう。ああ。いい照明だ。なんだここは。うん？クルサだ。おめえ、マジでロゼッタ返せ。デュー。え、マジバトルすんのかな？危ない！みんな、潰されてないか、誰か。ビーボーぐらい潰されてるかもしれん。さあ、クルサ。びっくりマーク2つ。アストラハンドを倒せ。あのクルサの腕。あれを倒せばいいのかな。頑張ろうか。右手、左手、マスターハンド。やっつけよう。どうすべ、これ。うん、ビーボー、攻略法教えてくれ。あれこそがジーニーやと教えてくれた。クルサです。え？ここはフィールドが3つに分かれています。マジで？9人で力を合わせて戦いましょう。一旦何分間かんで、いや嬉しい。クルサの本体は、いや俺みんな使ってたから全員使える、使える、全然。攻撃が当たりそうですね。攻撃を避けながらまずは手を狙いましょう。オッケー。クルサは攻撃する前にターゲットを決めて、ほう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 。その動きを利用しましょう。全部任せろ。このフィールド上のジャンプ台はもう分かれてんねや、こんな風に。地面からトゲが飛び出すようです。はい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 。クルサの手をトゲの近くへ誘導しましょう。ジャンプ台？ああ、地面からトビが飛び出すんだ。なるほどね。ただし、くれぐれも手の近くでジャンプしないように気をつけてください。なるほど。捕まったらどうなるか私にも分かりません。手の近くでジャンプするとバーンって捕まんねんな。全部理解した。でこれ全員登場ってことだよね。えぐくない？これちょっとみんなのステータスちょっとっていうかスキル振り直しとこ、ちゃんと。これ全員のスパークスさ、付け直したりするのめっちゃ大変だったんだけど。いや、ちゃんと皆さん毎日やっときましょう。いや、スキルもあらかじめ結構振ってたからよかったけどさ、もう決まったキャラしか使ってない人多分めっちゃ大変だったと思うよ。よし、では行きましょうか。さて、手が近寄ってきた。え、ラビッツロゼッタ、お前を狙うって言ってる。ちょっと待って、じゃあ、これ、マリオが一回、これ、ピョンってするんやろ、ここで。ピョンってできへんの、これ。え、どうやってするん？なんか、ジャンプピョンってするといいって言ったよね。これってどういうこと？ピーチがここに来てさ、じゃあ一回、じゃあラビッツ、怖いからさ、ちょっと一回、君離れてて、めっちゃ来る。あ、これかジャンプするとってやつ。待って、じゃあ、一回、マリオくん、ジャンプして、ここへ。もひょーってやる。そういうことね。はいはいはい、全部理解した。これでいいんだ。これトゲが出るわけだから、ラビッツロゼッタはここに隠れとけばいいね。ここにいればいいのかな。全然わからんけど、手ぶっ破すればいいのかな。一回どうしようかな。一回みんな攻撃力アップとかある？ない、なんもない。じゃ、マリオどうしよう。マリオニートなっとくか。特にやることねえから殴っとくか、こいつ。ねえ、回り回り、ファイヤー、オーライ。結構しんどいな、これ。で、マリオは、一旦これね、いつものスーパーヒーローサイト。マリオ！よし、これでマリオ大丈夫。最強マリオ。なんかもう腕のやつに、とりあえず攻撃した。とりあえず空飛んでるやつ攻撃する。マリオ、そういうシステムだったっけ？なんかおかしいな。
おかしなことになり申した。いや、大丈夫です。で、これでどうするか。次、皆さん大好きファイヤー地獄行きましょう。メラメラファイヤー、カモンピーチ、ピーチのファイヤーで相手を焼き払え。イエーイ。ピーチを焼けてない？ピーチは焼けません、強いので。うおーし、みんなやっつけた。ピーチって強い子、元気の子。どうする？焼く？いやー、これちょっと若干体力残ってますね、これ。これ困ったな。これ、いや、あいつは諦めるか。マリオくん、ピーチくん、どうしよう。ちょ、一旦マリオがこれ。よし。一旦こうしとくか。ねえ、これでターンエンドだ。ね、特にやることないので。こいつ攻撃しとくか。わー。さあ、エンドでいい？いや、一応こいつ殴るのか、上を。ほら！食らえ！で、これトゲに対してどう当たるのかだけ気になるところ、行ってみましょう。逃げたな、あいつ。うん、当たりません。うわ、うざ。敵の召喚ボックス、あ、なんかトゲ刺さった。ざまみろ。え、トゲ刺さって移動した。あー、向こう行った。違う、どこ行くんや、あいつ。いや、このこっち行った。このこっちのターンだったで。え、これジャンプ台どこ、ジャンプ台どこ、ジャンプ台どこ、あった。大丈夫、このジャンプ。ね、ジャンプ台して、これでちょっとずつ進めていく感じのステージで、ここ。ね、電気、全然効かへんな、みんな。この電気。いや。これちょっと、ルイジ。いや、ルイジまだやることあるな。ラビッツマリオがもう狙われてるから、もうラビッツマリオはもう過労死ですよ、今回。ぶっかけやっつけたいな、さすがに。ねえ、よっしゃ、みんな集めとくか、とりあえず雑魚敵。あー、ちゅばりー。ちょっと大丈夫、これ大丈夫かな。俺ちょっと心配になってきた、これ大丈夫かなって。まあ大丈夫です、皆さん。で、殴ります、ここで。はい、反撃持ちか。反撃持ちはだるいな。ちょっと待って、ちょっとだるい、反撃持ちはだるい。一旦考えとく、電気入れとく、一旦こいつらに。一旦全員に電気入れとく、ルイージ。いやー、よいしょ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 。いや、すげえ、ミラクル電気来てる、ミラクル電気エレキ、電気エレキ。よいしょよいしょ、ルイージめっちゃ仕事した。もうクリアやっちゃう、これで。で、ルイージオッケーでしょ。次、ラビッツルイージ。これ毒にしたらよくね、こいつら。ねえ、完璧では、やっつけれるだろ、これで。はい、毒。はい、毒。さあ、これでさらにやっつけて、仕事しましたよ、これで。で、ラビッツマリオが、どうするべ。で、こいつ殴ればいいんだ、こうやって。上のやつ入ってる？上のやつ入れたいな、一緒に攻撃。全部入ってる、これ。全部入ってるね、オッケー。はい、ボン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 。はい、ボン。はい、全部やり。仕事しました。もういいでしょ、これで。せーい。じゃあ、あとはこうやつを攻撃。腕ボコボコにしようぜ。マジで、いい仕事してます。ブイーン、ルイージ、ブイーン、ルイージはなぜか下がる。そう、遠い方がダメージ出るから。さあ、ルイージ。ね、いやー。よし。せーん。さあ、これでターンエンド。だね。エネミーターン。むっ。痛いっていう時に刺さってる。ざまみろ。で、次、向こう行った。次、どこ行く？右手、左手が交互に動いてる、こいつら。今度、ラーピーチが狙われてるではないか。で、クッパ様、どうしますか？あの子狙われてますよ。足場どこ？次。あ、ここが、クッパ様。クッパ様はランウェイしながら上がるけど、捕まれるから、エッジで、あ、いや、クッパ、ダメだ、エッジで、エッジ雑魚だ。クッパ様が行くしかない。クッパ様。クッパ様大噴火して、もうこういう、この腕かやっつけねえだろ、もう頑張れば。ね、これ。床壊れんねえな、これやると。どうしようかな。じゃ、ラビッツビーチはマジでニートみたいなもんだから。よし。ラビッツビーチって火力マジ期待できないからさ。ね、こうやっとこう。とりあえずおとり出しといて、で、ここに行ってこいつ攻撃して、よし、いい仕事で、エッジも
エッチもまあむっちゃけ、もう仕事できねえからな、エッチもここら辺だと。なんか奥の豚ちゃんやっつけれんじゃん。豚ちゃんだけやっつけちゃうか。ねえ、まあ一回豚ちゃんやっつけちゃうか、豚ちゃん。いやー、てかすげえ当たってるもんな、豚ちゃん。ドーン。よし、エッチもういいやろ。クッパ様、クッパ様マジニートやからな。クッパ様もうこいつ狙うか。ボーン。よし、これでいいやろ今回。あっさりあっさり薄味フィニッシュで。タイガークローは全部おとりになってくれるやろこれ。ほらタイガークロー無敵なんで、無敵のタイガークロー来た。はい、次ストゥージ。いや、やられた。タイガークロー終わった。無敵じゃないタイガークローになっちゃったね。えでターンエンド。はい、ドーン。さあ腕ぶっ壊れる。まだ壊れない。体力もう少ねえよあとこいつで。これで最初のとこ戻ってくるのかな。さあエネミーターン。オッケーオッケー、ラストバトル。全然わかりやすい、シンプルです。さあめちゃくちゃ狙われとるな、またこれ。さあこれどうする、マリオくん。これね、ピーチのバリア張っちゃおうかな、もうせっかくだし。ちょダメージ食らう方がダサいよねここ。行くぜお前。痛いわ。 ノーダメージ、痛い。ノーダメージで、ほらお前何すんねん。こらピーチ様やぞ俺は。俺はちょマリオ、マリオやつ踏んつけようぜ一緒に。よし、やっちゃってマリオ。マリマリ、はい、マリ、はい、マリからのマリファイヤードゥードゥン。いや、マリマリマリファイヤーどうよこれ。マリマリマリファイヤーめっちゃ良いわ。いい仕事した。よーし、でもう体力あいつ激怒か、ね、出しとくか。マリオヒーローサイト、これマリオのヒーローサイトめっちゃ強くね。うん、ここら辺におる。なんか動か、あいつこの前は即反応してたけど今回反応しない。ラビッツロゼタ動いたら動く、反応するかな。反応した反応したなんだこいつ、おやっつけてやろうぜこいつ。ピーちゃん、ピーちゃん、でピーちゃんあれジャンプ飛ばなあかんねんな一応。いやでもやっつけれるよなこれ。もうロゼタや行っちゃって。さあ腕破壊、帰っていい、どうや、帰ろう。あれターンエンドしたらいいのかなこれって。一応トゲだけ出しといてターンエンド。さあ片腕ぶっ壊した。あ待って、それ敵聞いてない。いやノーダメ、よかった。バリア果ててよかった。バリア果ててマジでよかった。これこれ1個前のターン結構昔やからトゲ刺さるんやあいつ、面白いな結構前の話だから忘れちゃう、やばいわこれ。まだ敵出てくんの。腕破壊するまで続くんだね。じゃあ全部破壊しよう、とりあえずさっさと腕。毒効いとる、毒。ちょっと待って、これ雑魚敵全部処理してるからもうあとこいつやっつけるだけなんだよ。でこいつハンドあと体力、あもう終わりやんこいつ、体力ないじゃん。やっつけようぜこのまま。はい、セイ、クリアってなるかなこれで。あクリア、よし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 。さあ両手を壊そう。胸の星が、欠けた星が光り出す。クルサの目はまだで、クルサのままロゼッタの目になってほしい。うクルサ、びっくりマーク2つ続く。まだ続くんじゃ、敵変わってない、メンツは変わらず。このクッパ組のところちょっと辛いな。ちょっとクッパ、エッジ、ラビッツピーチのとこ火力がエッジしかいねえから時間稼ぎはすげえいいけど、それ以外がちょっときつそうだね。他のとこでしっかりダメージ与えてあげないと。雑魚処理がしんどい。クルサの胸の穴から凄まじい量のエネルギーが発生しています。何、スパークスたちの力を吸い取ってるに違いありません。許せねえ。そうだ、あの穴をみんなで攻撃すればスパークスたちを逃がしてあげられるかも。お前頭いいな、なビーボー。クルサの力も弱まるはずです。でビーボーの言ってる通りでやってみようか。一回胸の穴をぶっ壊せ。さあ敵が、うわー全部復活してるな敵。よし、じゃ後半戦も行きましょうか。レッツゴー、レッツゴーマリオ。これでどうしようかな。まずみんなで、みんなで気持ちよく行こう。今回寄せるのがないのがきついよな、寄せるのが。でもなんとかラビッツロゼッタが前に出て、
やれば全部解決なんですよ。なぜかってそう届くわこれで敵は2ターンの間何もしません。激うま。2ターンの間全員タコ殴りです。今回ガチでいきましょう。これでどうしようかな。マリオもっと前出れるかな。マリオここがマックスやったっけ。マリオの攻撃届く。いやー誰も届かんな。ラビッツロゼッタクルサ届くの攻撃。届くね。もうガンガン狙っていく方がいいよなこれ、おそらく。よし、ピーチよりもマリオの方が期待値高いやろ。うまい、行こうかこのまま。ねえ、ふい、クルサに向かってシュークルシュー。よし、いい仕事したよ。でこれどうするか、一応これやっとくか。ヒーローサイト、なんか B ボタンスキップできねえんだよね今回のステージなぜか。よし、で君に狙ってもう来るさ、ガン狙いでいいだろここで。ピーちゃんはやることないわ。ピーちゃん何しとく、うん、ニートしとく。こいつやっつけられへんから、全然やっつけられへんわ、やめとこ。ピーちゃんニートで終わり。エネタン、あ、攻撃してくんの聞いとらん。あ、マリオのあれ発動せへん、シュンシュンってやつ。動いたからいけるかな思ったら、さあ今度こっちのターンです。届くか。さあこれルイージたちはきついな。ちょっとさすがに遠いわこれ、しんどいな。ちょっとあいつだけでもやっつけるか、さっさと。よいしょ、さあルイージタイム、ガチでいきます。ルイージからのゲッチュー。こいつ、氷くん。こいつやべえぞ、マジで。さて、君はどうする。いや、おびき寄せるか。でも、おびき寄せたところ殴って、ドーンって、ミスりそうだな。まあ、いいか。よし、雑魚処理終わらせましょう、まず。入ってる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 。便利技。ここの首が一番強いわ。そっち、いいよ。ヤッハーした。いや、はい、いっちゃん弱いやつ やってきた。もったいない。まだ撃ちます。強い。これ耐えたの、あいつ。赤いストゥージ。よし。狙うべきはこっちのね、やつだね。どう考えても。こっちはない。こっちはない。うおーっと、位置が悪い。だからこうじゃなくて、こうじゃなくてこう。こうやっておく。で、パンチする。よし。あと1体氷入りそうだな、これ氷やっつけれるかな。あと若干足んねえか、これちょっと戻れん。いや若干残ってる。毒入ってる、これ入っとるな、毒。いくぞ、魂の毒、ギリギリ範囲ギリギリ毒からの通常攻撃、完璧。限界だろ、逃げろ。あ、痛い動けんくなってもうた。ターンエンド、ピンチです。クルサは届くんか、ビームきつ。まあ、雑魚的に全部処理できたのは偉い。さあ今度こちら組ヒン、やべえなこれ。さあクッパ様たち、これどうしようか。クッパ様ガチめに大変ですよこれ。ちょ、ペット出しときますよ、クッパ様。クッパ大召喚、行ってこい。ドゥー、ナイスー。一緒に一緒に一緒に爆発してる。迷惑迷惑、足輪も全部なくなった、マジ迷惑。いや、クッパ様、クッパ様というのはそう、露出するものどういうことや、露出するもの。クッパは露出する。いやこれ足おっせえ、みんなやばすぎる。どうしようかな。エッジが前行った方がいいな。エッジの方が火力ポイント高い。ちょ、エッジは、あー届いてる、よかった。怖いよ。よし、確実に1体減らすか、とりあえず。豚ちゃん、
しんどい、ここ。エッジ何あるっけ、エッジ微妙だな。クッパ様、クッパ様どうする。あいつ弱点何こいつ、炎、炎かよ。みんな炎じゃなくて、クッパ様もやることないから毒にしとこうか。毒、残りアクションポイント1か。ダメだダメだ、うん、あいつももろ出しだ。仲良し、もろ出し仲間だ、もろ出し仲間。え、ピ、どうしようこれ、回復してあげたいけど、でもこれ友達紹介しとかなあかんわ絶対。ちょっとおとり出しとこう、意味ないおとり。もうしんどこれ、届かんよな攻撃。よし、ターンエンド。よう、動いてる間は消えている。さあ、クッパ様、大ピンチです。当てられるかこれ。いやー、エッチ、痛い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 、エッチに攻撃。痛い痛い痛い、クッパ様大ピンチ。耐えたら勝ちなんだよ。ラピスピーチいるから。いけいけいけ、全然いける。やべえ、マリオロゼッタ、ねえ、ラビッツロゼッタ組のところじゃないとダメージ通ってねえ、全然。やばいわ、これ。普通にやばいな。敵の処理もしていかなきゃいけないわけだから、今度からは。ここからはね。よし、ちょ、一旦、今ターンは敵処理入れようか、ちょっと。よし。ファイヤー、よしよし。あの、右のやつだけ、一体でもやっつけてくれたらいいや。おーい、めっちゃ燃えとる。二体やっつけた、ナイスじゃーん。スライディングでやっつけれたらマジで熱い。あとは、あとスライディングでやっつけて。君のスライディングマジで高いよ、高い。マリオにしよう、届かへんわ。よし、ラビッツロゼッタはヴァンパイアの力ついてるよ、吸引オーラ。よし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 、吸引、吸引はボスに入れよう。めっちゃ体力吸収入った、吸収。うおー、そんな回復せんかった、ちょっと笑っちゃった。どうするマリオ、毒だったらしとくかマリオ。敵動かんからな、ここシュン、動き封印。え、当てれるその攻撃、そっち狙うか、優秀か、それはそれであり。こいつやっつけるか、まず1体は。よし、ピーちゃん、こいつやっつけてくるよ。はい、テン、はい、テンからのポン、プン、よし、もういいやろ、マリオの仕事終わり。で、あと動いてるのピーチか。ピーチどうしようかな、もう一回やったもんな、攻撃。こっちでやっとくか。はい、ドーン。さあ、ターンエンドでしょう。みんなお疲れ。エネタン。うわ、痛い、超食らうんだけど。回復使いてえな、これ。今度またこっち一番しんどい方来た。ちょっと治ります。あ、動けるようになってる、よかったよかった。雑魚敵はいねえからみんなで前行こうぜ、ガンガンと。ルイージがちょ、いい感じの足場となってみんなで運んであげてよね、怒りを。どうしようかな、これ向こう側、ここがアンチやろ、こっち。よし、届かへん、敵がおらへん。え、届かへん敵に。え、敵届かへん、終わってるやん、誰もおらへん、最悪や。ウーホーしよう、ウーホー。いや、ラビッツマリオも敵がおらへん、終わった、俺は終わった、ダイダラは死んだ、ジジイ。ジジイ、もったいねえこれ。まあ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 、うちのエース、いや友達召喚があるから、ここストンパレッテ友達召喚。ふう、よし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 、なんか仕事してる感じした。おら、一人でいっぱいダメージ与えます、ルイージ。いや、あと半分もない、7500当たる体力、いいねー。ふう、そう、あー、豚ちゃん、豚ちゃん音になってくれてる、ありがとう。全然いいよ、その調子だ豚ちゃん。落ち着けって、やめろっち、それはまずい。まだ出てくんの、あ、カウンターパンチ。
おお、すげえとこ追い出された。タイガークローはダメです。おい、ズルだろそれ。死ぬか。生きてる。あ、クルさんの攻撃。ああ、よかった。豚ちゃん狙われた。ありがてえ。まだ誰も死ぬことなかれ。大丈夫です。結構限界です。あっちチーム最強と思われたところが今やばいです。ここのチーム耐久力あるから全然殴られても問題ないのだけ強いよな、ほんと。イエーイ、みんな回復。これやばいだろ、優秀すぎるだろ。マジで優秀だろこれ。ラブ&ピース、いい。で、どうしようここ。エッジ、エッジボス狙おうぜ。エッジは炎の力宿していこう。エッジ、よし。スパークスのクールタウンリセットきた。エッジいいね。エッジなんかようわからんけどいいね。エッジすっげえダメージ与えたな今。いくつ与えた、引くぐらい与えたよな今。あっちめっちゃめっちゃ遠くまで行った。バイバイ、もう帰ってくんな。エッジこれ勝ったのか、終わったのこれ戦闘。落としきれるんじゃね、頑張れば。これ待って、なんか力あるか。ラビッツピーチ、いや、いけるだろ、ワンチャン。行ってみよう。ナイス、クリティカル、クリティカル3連発。で、あとクッパ様の攻撃。行くか？いや、行っちゃう前じゃないと当たらんか、ここ。うわー、あといくつ？いや、これいけるだろ。毒のパワー。毒のパワーでいかんか？ダメかな、若干。頼む！うわー、全然通らへん。そんなバカだ。目論見外れる。クッパ様、またピンチですよ。クッパ様、クッパ様もろ出しですよ。死んでまう。このクッパ死んでまう。これクッパ様300しかない。クルさんの攻撃。クッパ様死んでもうた。クッパ様賭けに負けました。我が輩敗北。まあいいや。さて、まあこいつらもういいでしょう。お前がとどめ刺すかい。おい召喚優秀。おおお、クルさんの胸からなんか怖いスパークス、すっげえ出てったけど、なんか綺麗な感じだった。こんなスパークス取られてたん。みるみる空は満天の星空みたい。プラネタリウムか、ここは。ロゼッタ、ロゼッタ、あ、ラビッツロゼッタも嬉しそう。後ろ、ラビッツクッパっていないの、ね、すごいバリア。おお、なんだこれが、これが本当の姿、最終形態かな。倒してやるよ俺が、クルさん。え、ロゼッタ使えんのかなこれ。頼む、仲間になってくれ。クルさんを倒せ。これが本当のラストバトル。ウサギの仮面かぶってます。皆さんやりましたね、ロゼッタがクルサから解放されました。かなり姿変わったよ。皆さんの攻撃は確実に効いています。はい、クルサから強烈な怒りを検知しました。めっちゃ怒ってるよ、激怒。ロゼット取られたもんな、力の源。そしてスパークス。私は怖いのかもしれません。皆さんがあれと戦って無事でいられるのか。大丈夫だって、ビーボー。ビーボーじゃねえわ、ジーニー。怖いのは僕も同じだよ。こんな敵を相手にしたら当然の感情さ。機械たちめっちゃ喋るな、この子だ。今はできることに集中しよう。人間喋らんのにな。物語を進めるのにはやっぱ語り手が必要ってことだよ。さあ行こうか。わかりました、ビーポ。最後まで私にできる最大限のサポートを約束します。弱点なんだこいつら。杖の幻影たちが見える。杖の幻影、あ、見える見える。あれはエネルギーを吸収して放出するようです。ほう、まずは杖を攻撃してエネルギーを貯めましょう。ロゼッタのパワー、十分な量のエネルギーが貯まったら、オッケー、杖でクルサを攻撃できるはずです。また雑魚いっぱいおるな。ロゼッタと協力してクルサを倒しましょう。任せとけい。さあ頑張ろうかみんな。
よし、さて、で気をやつけると一旦回復ね。ラビッツローゼットピンチ。よし。さあ、今回の敵、タイガークローとかメラメラいっぱいいます。ちょいめんどい。が、大丈夫です。俺たちは強いんで。全然楽勝です。行きましょう。まあ、どうしようかな。とりあえず、まあ、マリオだけ歩んどくか。マリオ。マリオスタンプしたい、ストンプしたい、ストンプしたい。ストンプ、ストンプからの、お前をやる攻撃だ。はっ、お星様に攻撃できるよ、これ。ここにも攻撃できるけど。お星様に攻撃しよう。ドゥン。エネルギーが溜まった？これで。15%。まだこれからってこと。そういうことな、これ。オッケー。さあ次。どうしようかな、これ。ラビッツロゼッタがどう考えても、やっぱ一回、エネルギーをさ、よいしょ。溜める、一番最適種だったから。これで動き封印だな、まず、全員。優秀すぎるな。よし。お前ら全員動き止まれ。いきます。マジ壊れてるな、これ。強すぎるだろ。よし。行くぜ！全員で攻撃だ！どれぐらい溜まったこれで。うおーい、溜まるねー。でだ、これで、ピーちゃん。ピーちゃんもやることないね、ピーちゃん。ピーちゃん届かんもんな、攻撃。で、ショーミー！届いてる？これ届いてないよね、攻撃。届いてないわ、ピーちゃん。ピーちゃん終わり。敵攻撃してくるのかな？あやーい！攻撃してきた！キートラン！さて攻撃してくるみたいです。これさ、ルイージ気にせずさ、毎回あそこの奥攻撃してたらよくねって思うね。ルイージは。あ、結構溜まってる。見て。溜まり方えぐ、ルイージ。これ全員で共通なんだね。見て。おい !19% 溜まった。ルイージも仕事終わりじゃん、これで。ねえ。あと適当にさ、変なとこに敵おびき寄せようぜ、これ。ねえ、これ。よいしょ。じゃ、ちょっとやってみようぜ、やつら。へい。カモベベイ。よし、ルイージに全部任せます。このゲーム。結論、ルイージです。敵こんだけだね。よいしょ。ルイージとの対角戦場に全部集めておこう。防衛させんよ。君ら、全員に。スパークスでクールタイムリセットきた。熱い。クールタイムリセットマジ優秀すぎる。ほらー、お前全員パンチや。でーい。でもラビッツマリオもう死ぬ、多分これ。ラビッツマリオは死にます。風送ってやるか、これ。風のパワーで。待って、意外と足短いな、君。足短い。おー、こっち側行くか。一緒に行こう。一緒に来たよ。よいしょ。これで、こいつは風のパワーで吹っ飛ばそうぜ。ねえ。衝撃波を3回放つ。春風ウェイブ！ボーボーボー、飛んでけ！よしよしよし、遠く行った、遠く行った。これめっちゃいい仕事したんちゃう？ねえ。これ当たってる攻撃。ああ、よいしょよいしょ。ボンボン。よし、さあこれでいいだろう。どうしようかな、ルイージ。ルイージ友達出しとく？ルイージの友達、いや出しとくか、せっかくやし。おとりは一体でも多い方がいい。ドゥー！よーしよ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 し。さあターンエンド。エネタン、こっち来るか。いやー効く。でも威力低いからよかった。さあ、敵のターン。やべえ、ラビッツバリオが狙われた。いやでもパーセント的にはもう 60% 溜まって、うわー弾き飛ばされた今。ちょっと近寄ってたらそんなことするのずるだろうお前。さて次、クッパ様どうする？ここの組マジで何回見てるとやべえからな。どうしようかな。エッジが要なんだけど、エッジもきついからな、正直言って。これマジどうしようかな。もう遅延行為だけひたすらしよう。遅延行為だけしてひたすらもう時間稼ぐしかねえ。ここクッパ様、遅延行為よろしくお願いします。クッパ様、クッパ様大活躍言ってください。
よし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 ガチ終わってる。クッパ様もそこが限界？もうちょいいけるな、クッパ。あかんわ、これ。やばいわ、みんな。足場なくなった。ちょ、ラビッツビーチの足場隠れるとこなくなったでしょ。こいつやっつけたまずいって。どうすんの、これ。これ弱点何、こいつ。ウィンド、ウィンド、ウィンド。ウィンドあるよ、ウィンド。よし。武器にウィンドのエネルギーがつくやつ。よし。これで。さあ全然聞いてないなこいつ。めっちゃ向こうまで行った。バイバイ、もう来んなよこっち。これどうしようかな、マジで。タイガークロー召喚しとくしかできねえよな、俺できることは。ブン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 ハロー、ブン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 ハロー、ブンブンブン。よしよしよし、一体はやりすぎた。でもここの組マジやばいって。どうしよう、全部タイガークローがヘイト変え。いやダメだ、ベベ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 ベ、これ死ぬかもしれん、クルスさんの攻撃で。あ、よしよしよし、ありがとう。マジでそっち狙ってくれ。タイガクロ狙え、タイガクロ。タイガクロ狙え、よしよしよし、いいよ、めちゃ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 いい、めちゃめちゃいいぞ。クルスさん。いや、クッパ様、いいよ、クッパ様も。うおー、どんだけその衝撃波送ってくんの。さて、俺たちエース組、今度、チームエース。この勝ちでは？もう勝ちですね、これ。行きましょう。よし、マジ強い、マジ強い。よしよしよし、あとマリオ、あんたの一撃やったげで。よし、ちょっと一旦ね、マリオくんが気持ちよく攻撃できるように。マリオ集中ファイナリティアタック、いけ 100%。 Let's goドラー1万ダメージ、勝ったの1万やろ、勝ったやろ。あれこれもう一回食べるの、もしかして。マジかマジか、ちょっと待って、マジか、それはそれはマジか。これ貯めたら終わりってわけじゃないやつ、そういうやつか、そういうやつか。もう一回か。いやダメージ入ってた、今1万って入ってたけど、クソの体力減ってないけどな、聞いてないな。ちょっとまずいっすね、これ。マリオ、大丈夫、マリオダメージが安い。さて、どうすっぺ、これ。ちょ、一旦こいつやっつけよう。ルイジ。逃げ、ルイジ。ルイジ、雑魚敵ってもういないよね、ここは。ん？なんかそこにおる。ラビッツルイジ、そいつやっつけといて。あ、マリオだ。ラビッツマリオ、そいつやっつけといて。これなんか変なやつ。おいお前誰やねん、ほら体力残っとるやないか。逃げよう、無視しよう、あいつ怖いわ。さてピンポーンってして、よし、届かん、困ったわ。よいしょ、ラビッツルイージは動けんな、治すか薬飲んで。よし、全知全能の力を得た。で前までイクールしてこいつを殴る。よし、全然だな、遠いなーこれ。いやルイージの威力高え。いやー、よし、こんなもんでしょう。後ろのやつは攻撃多分届かんだろう。一応でも使っとくか、アイアンビジョン。もったいねえけど。さあ、長い長い戦いはまだ続く。さあ、これでターン移動。お前は動いてドンと進む。よし。ご苦労さん。さあ、敵撃てくんのね、敵。さあ、ラビッツバリオが食らう。みんな死なんといてくれ。さあ、今度こっちのターン。ここ、マジで終わってるからな、今。どうしよう。エッジたちマジで攻撃できる気で。どうにかしなきゃな、ほんと。な、すべてを捨てても前に行った攻撃できる。
届く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 。ここじゃ届かん。ここも届かん。ここじゃないと攻撃できへん。でももろ出しやで、そこ。でももろ出しでも関係ねえってやつ。でもそんなの関係ねえ。もろ出し関係ねえ。いける。あ、もろ出し関係ねえ。いける。エッジ火力高。エッジ、火の力、ま、宿しとこう。よし。いけ。マジでメラ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 。すっげえダメージ入った。やば、優秀スーパースターや、それは。クッパ様どうする？クッパ様、クッパ様マジでやばいですよ。やばいですよ、クッパ様。今お仕事なしの無職ですよ、今。クッパ様無職ですよ、クッパ様。よし、クッパ様大ピンチです。ちょ、ピーチと回復しとこう。クッパ様とダブル回復、とりあえず回復しとけばなんとかなる。いや、回復しときゃあとは生きとこれる。これ大丈夫。どうしようかな、ゴースピー使っとこうかな、一応。ゴーストウォーク、これで漏れ出し OK。 敵のターン、まあ、クッパがどれぐらい食らうかだよな、これ。やだ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 、エッジまで、ね、殴られてる。でもエッジがすげえ仕事してくれたから、今回大量にダメージ与えてくれたもんね。よし、やーい。クッパ様、クッパ様よく狙われてませんか、大丈夫ですか。さあ、あと 17% 攻撃1回で終わるだろ、これ。待って、これまずいんだよな、正直言って。一旦こいつだけスライディングして動き止めといて、これで本当に終わるのかどうかなんだよね、俺が気になるところは。終わるか分からんのが怖い。ピーチの攻撃でなんとかならんか。ピーチの攻撃でたまりきらんか。でもやっとか、ピーチ。ピーチの線。よし。で、次、マリオ。マリオが、こいつをやろう。ポーン、ポーン、からの、これ、たまる？こいつ。はい、はい。これでどうだ !100%! レッツゴー！レッツゴー！あ、これで、あ、なんか翼みたいなのが消えてるんだよね、やるたびに、なんかちょっとずつ。なるほど、少しは進展していると考えて良い感じか。よし、だとしたらどうしよう、きつきつ、これ。いやでも俺たちはこれ攻め続けなきゃいけないわ、もうそれでも。OKOKOK、 分かった分かった。翼が多分4つあったのかな。4回100倍にしなきゃいけないんだよね、これ。相当えぐいな、これ。相当えぐいわ、これ、マジで。頑張れ、マリオ。で、ピーチ、これやろう。秘蔵のやつ。マリア。ここの組はマジで優秀だから、なんとかしよう、マジで。で、タイガークロー、一生何もさせないままスライディングで、ね、一生。はい、ブンブン。オッケーオッケー。はい、雑魚処理、雑魚処理。大丈夫。おぉ。大丈夫、爆発するだけ。いいねー。ノーダメージ !2 本しか壊れてねえ。なんだ、あ、よーし、ルイジ、もう、パワーアップだよね、これって。ルイジパワーアップしとこうぜ、せっかくだ。で、ラビッツルイジもちょっとこっち来て。パワーアップ入れよう、これ。全員パワーアップ入れよう、マジ。これで、この3人も革命起こそうぜ。バカ力革命いきます。はい、ヤバカ力、おら、どうだ、やばいやばいやばい、一気に溜まった。ラビッツルイージ、ラビッツルイージ、ラビッツルイージもいっちゃおうぜ。ねえ、これ溜まったら 100% チュン、おらい、99。一番ダサいやつ来た、一番ダサいやつ来た、一番ダサい やらかしたやつ来た。あ、終わったか、でもこれで。さあ、ロゼッタの攻撃が当たる、どうだ。やっぱロゼッタってことよ、このゲーム。てか、勝ってギャラクシー1、2を終えてさ、
またロゼッタが活躍するゲーム出てくるなんて誰が思ったことか。この UEI とのさ、コラボゲーム、マリオプラスラビッツのマリラビでさ、びっくりするよな。さあ、ラビッツロゼッタが前に出た。なんで、おい、危ねえぞお前。え、スパークス、なになになに、スパークスがクルサに向かって貫いた。おおおおおおお全員一斉攻撃ロゼッタの魔法で全部が重なり、これは痛えぞ。バトルクリア、ナイス。みんなの力を合わせたで大勝利。9人バトルはマジで熱かった。バカおもろかったわ。ありがとう。もう一回プレイってあのやめてほしいな。今のバトル50分以上かかったけど、50分ぐらいか。あ、帰ってきた。いっちゃう最初のとこ。ヘイマリオ、皆様、この宇宙を私を救ってくれたこと、感謝の言葉がつきません。どういたしまして、本当にありがとう。いえいえ、おいです、ロゼッタさん。でも僕たちはあのスパークスたちを助けてあげられませんでした。スパークスたち、あれ取り込まれたままやったん？あの力吸われた残滓みたいになってたやつ。目がなくなったよ。ご心配には及びません。星々のエネルギーは決して壊されることのない不滅のもの、形が変わってもそこにある。あ、そうなん、大丈夫なん？スパークスちょっと変になったけど。あら、あ、みんな新しく乱されたの。チコとしてよかった。スパークスたちも皆様に感謝してます。危険を顧みることなく私たちを助けに来てくれてありがとうと。いえいえ、大切な人を探しに遠くへ出ることはどのような気持ちかは分かります。ラビッツロゼッタ、ねえ、もしもあなたが望むならどうぞ心ゆくまで共に過ごしましょう。スパークスたちもご一緒に。え、みたい。いいね、憧れの人と一緒に行くよって。あのね、前ならきっとうなずいたけど、私は帰りたいとこ見つけたから、今もきっと待ってくれてるとから。ねえ、お父さんおるもんな。変なとこもあるけど、ある種ムカつくけど、多分大好きなんだよ。大切な人がいるならね。エッジどうする、あんたは。クルサもいなくなったことだし、私はの前の仲間たちもこれからはもっと自由に生きられると思う。スパークスハンターたちか。だからしばらくはビーボたちと一緒にいるよ。放っておくのも心配だし。あれ、一緒に旅するってこと？それでは、さよならマリオ。勇敢で優しいあなたに、どんな日も溢れんばかりの恵みが訪れますように。クッパは？クッパもありがとうございました。ロゼッタ複雑だろ。昔ギャラクシーの時とかでも強い 敵だったからな、クッパは。皆様が手を取り合ったからこそ、私は今ここにいる。うん。クッパ軍団が洗脳されたからさ、あの鉄だっただけだったんだけど。遊ばれとるで。やめとけやめとけお前ら。わお。クッパ様大激怒。さあ、これで終わりかな、マリオプラスラビッツ。よーし、終わりだ。さあ、皆様いかがでしたか、マリオプラスラビッツギャラクシーバトル。前作のね、マリオプラスラビッツキングダムバトルから、まあ、数年後、何年後か分かんないけどね、4年後ぐらいに出た新作タイトル。まさかマリラビに新作が出るとは、ね、誰が思ったことでしょうか。前作からね、あの骨太のね、すっげえ頭使うバトルが、今作はさらに進化してっていう感じで、かなり面白いバトルになってますね。いやー、でもやっぱね、ラビッツマリオ、ルイージ、ロゼッタとかやっぱ強いね、ほんと。マジで強かった。あの恐ろしいぐらい強くてね、あの最後の試合でもさ大活躍してたのが、まあ、特にロゼッタ、そしてあとエッジ、やっぱ瞬間火力の高さ、みんな異常だったね。やっぱね、それぞれのヒーローがね、あのそれぞれのやっぱ役割を持ってて使えるっていうのが、ね、めちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃおもろかったです。はい。にしてもさ、やっぱ前作でさ、やっぱヨッシーとかいたけど、ヨッシーいなくなってたりとかさ、まあ、DLC でドンキーコングとか前にいたんだけど、そのドンキーコングもいなくなったりとかでさ、やっぱまたちょっとね、DLC 今後あるらしいんだけど、このゲーム。ね、なんか、ロゼッタとかプレイヤブキャラクターとしてね、ロゼッタ、ヨッシー、ドンキーコングぐらいは、出てきてほしいなっていうちょっと気持ちあるよね。
で、今作、いや前作はね、アホみたいに難しいステージがいっぱいあったんですけど、今作まだね、そんなないんですよね。多分。ないよね、多分。なんでね、ちょっと今後ね、ダウンロードコンテンツで、クソ難しいやつ、うん。やつをちょっと俺は期待してます。まあこんなとこかな。とりあえずマリオプラスラビッツギャラクシーバトル、最高に面白かった。ロゼッタを救えてよかった。ありがとう。さて、これがあのスタッフロール後のムービーかな。なんだこれは。ジーニー、ヒーローとしての初めての冒険はどうだった？ね、どうだった？ジーニー。ジーニーも感情芽生えてよかったよな。私の感想など重要ではありません。あら。重要なのはミッションが成功したということ。ただそれだけでしょ。冷たくなったな、ジーニー。どうした？いろんな感情に慣れてきたんじゃなかったんだ。そうだよ、冷たくなんだよ、もっと楽しく生きようぜ。冗談ですよ。あら、ビーポ、落ち着いてください。おい、冗談言うようになったな。いいね。なんだ、びっくりしたじゃないか。でもこんな風に君と話せるようになるなんて、僕の教育の賜物かな。ビーポなんかしたっけ？君のこと誇りに思うよ、ジーニー。まあ、ビーポもね、アホキャラとしてですけど、ボケキャラとしてこの場を和ませてくれつつしっかり活躍してくれたもんな。ビーボーありがとうな。終わったわ。はい、というわけでじゃあ皆さん今回ここまでにしたいと思います。マリオプラスラビッツギャラクシーバトル、最後まで見てくれてありがとうございました。 100% クリアするまではね、次回からおまけパートでやっていこうと思いますので、今回とりあえず最終回という形で締めさせていただきます。またね、今後ねダウンロードコンテンツが出たら続きはやりたいと思いますので、そちらも、ぜひともお楽しみにお待ちくださいませ。本当にね、改めてマリオとそして、ね、その仲間たち、この世界を、宇宙を救ってくれてありがとう。そしてこれをね最後まで見届けてくれたみんなにもありがとう。またね、他のシリーズ、そしていろんな動画でお会いしましょう。また見てくれよ。オスプヨ大ダラでした。バイバイ。